再現町並みおかげ横丁は、三重県伊勢市の伊勢神宮広大神宮前にある、おかげ参りで賑わった江戸時代末期から、明治時代初期の鳥居前町の町並みを再現した観光地である。運営は、伊勢名物、赤福餅を生産、販売する株式会社、赤福の子会社である、株式会社伊勢福が行う。お払い町の中ほどにあり、伊勢島を代表する観光地となっている。 赤福社長であった浜田増種の指揮の下、当時の赤福の年賞に匹敵する約140億円をかけて1993年に完成した小さな町である。伊勢特有の町並みであるつま入りの建物や伊勢、川崎の倉、桑名の洋館などを忠実に再現、あるいは移築した28の建造物群が並ぶ。 おかげイルで賑わった頃の街並みという統一したテーマの下で作られているが、お払い町との間に門などの仕切りはなく、入場料を徴収しないため、テーマパークではない。おかげ横丁とお払い町の境界はわかりにくく、名称が類似しているせいか両者を混同するケースもある。伊勢島の特産物や土産を扱う物販店を中心に49店が営業している。 2019年2月現在、直営店舗31店、委託店舗18店である。伊勢神宮の門前町として栄えた宇治地区は、江戸時代には年間200の400万人もの参宮客が訪れた庶民の憧れの地であったが、高度経済成長の時代を過ぎた1970年代後半には20万人にまで落ち込んでしまった。この状況を打開しようとこの地に本店を構える。 老舗和菓子店の赤福が立ち上がり、伊勢お払い町会議を結成、わずか10年でお払い町を伝統的なつま入り建築が並ぶ通りに集計した。さらに赤福は1993年の式年遷宮に合わせて町の再生の起爆剤となる施設の建設を計画、おかげ参りと商いを続けてこられたのは伊勢ジングルのおかげという二つの意味を込めておかげ横丁と名付けた。 横丁には赤福社長の浜田松種のこだわりが強く現れ、岐阜県高山市や長野県小布施町など街づくりで先行する日本各地を視察して作られた。建設費用の140億円は1990年当時の赤福の年間売上高とほぼ同額であったが、行政から補助金を受けることなく自己資金で賄った。1992年9月28日には、 おかげ横丁の運営を行う企業として有限会社伊勢福を設立、翌年7月に開業した。おかげ横丁の経営は間もなく軌道に乗り、開業から10年で借金の返済が完了した。おかげ横丁を設立前の1992年には32万人だった。お払い待ちの往来者数はおかげ横丁設立とともに増加した。2002年には入場者数が 年間300万人を突破、2007年には400万人に達しようという勢いで将来的な横丁の拡張が見えてきた。しかし、すべてが順調に見えた矢先の2007年10月12日、親会社の赤福の偽装事件が発覚し、大きな波紋を呼んだ。赤福は営業自粛を余儀なくされ、2008年の初詣時期の営業停止するも、おかげ横丁は、 偽装に直接関与したわけではないので、通常通り営業を行っていた。その後、赤福は徐々に営業を再開し、現在に至っている。2011年3月11日、東日本大震災が発生。震災から2週間の来訪客数は2割減少したが、4月以降客数は持ち直し、ゴールデンウィークは例年並みの18万人の観光客を見込んでいる。 持ち直した2013年には過去最高の655万人を達成している。新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受け、2020年4月17日より5月31日まで赤福本店及びおかげ横丁は営業を休止。6月1日に緊急事態宣言が全面解除され、赤福本店及びおかげ横丁の全体の7割にあたる36店舗が 営業を再開した。2013年、前社長である、浜田マスタネは、父であったフォーラムの対岸で、外人は来て欲しくない。言ったらおかしいでしょ。来ないでくれとは言えないが、英語の表記をするような気遣いはしないなどと発言した。その後、浜田は、取材に対し、伊勢は、日本人の心のふるさとで、日本の方々に喜んでもらう街を作りたいという、意味の発言だった。 外国人への偏見ではないと釈明した。赤福は27日、弊社前社長であり、現、取締役の不適切な発言は、弊社の方針、見解とは全く異なるものであるとして謝罪する文章公式 HP に掲載した。物販店飲食店その他、おかげ横城で唯一の有料施設。歴史館とテーマ館の2館からなる芝居小屋風の建物で、 江戸時代のおかげ参りを映像と2分の1スケールの模型で今に伝える横丁の中心的な施設である。トータルメディア開発研究所がプロデュースした。平成ボタンを押すと外に出られるといった遊び心のある演出がなされている。街並みの細かな再現イセロに実在したつま入りの木造建築物を細部に至るまで徹底的に再現し、セコと呼ばれるイセらしい路地を形成している。 また、木目が美しいとされる都画材で、すべての建物を建設し、土壁や瓦の焼き具合などにも注意が払われている。おもてなしの心の再生おかげ横丁では、街並みの再現にとどまらず、思考と呼ばれる、三宮客を温かくもてなす心の再生にも取り組んでいる。浜田松種は、客とのコミュニケーションを重視し、積極的に客に話しかけることを、 従業員に問いている。バリアフリー NPO 法人伊勢島、バリアフリーツアーセンターの調査によると、身体障害者用の駐車場やトイレが整備されており、おかげさないにも、簡易スロープなどのバリアフリー設備がある。ただし、石畳や店舗入り口の段差には、注意が必要である。ありがとうございます。